まーす。今何時？今ね、6時26分。朝6時26分。まだちょっと暗い中なんですけど、今日はメガヒラスキー場に行きまーす。今シーズン初のスノボに、スノボをしよう、スノボをします。神まゆちゃんです。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 まゆちゃんは私の友達兼同期、同期やった人、もう今脱退したんで元エステセラピストのまゆちゃんです。はい、ということで今日は今から2時間かけて広島のメガヒラスキー場に行ってスノボを楽しんで温泉行って帰ります。じゃあ高速に乗ります。ちょっと大きかったよね今開くのが。じゃあ行ってきます。人口？ちょっと天然？ちょっと天然かな。はい、めっちゃ寒い。手がやばいよ。冷たい。寒いです。じゃあつけましょうか。はいはい、はい、なんか食べ続けてわからんのやり方が。つけるのに精一杯。冷たい。リフト。酔いそう。ね、なんかこんな高かったっけ？高かった。怖いちょっと。あ、乗ってる。
遊んでます。濡れとるマスク、ね、うん、よだれみたいや。終わりました。イエーイ6時間疲れたマジでめっちゃ滑ったよね。疲れたので今から温泉に入ってきます。お疲れ様ですいただきます。暑いかもしれん。温泉気持ちよかったね。暑いね、ごめん。温泉めっちゃ気持ちよかったです。しかも人が少なかったけすごい泳げるぐらいのびのびと。暑いよ。じゃあ画面の向こうの人にも行きましょうか。あ、はい、二人でどっちのたこ焼き食べますか。あどっちもいらんって言われた。いやマジ太ももきついね。じいちゃんどうやった。じいちゃんね、でもやっぱさシーズン初の割には普通に滑れるくらい、普通にっていうか全然うまいわけじゃないけど、なんか、ブランクはあんまりそんなに感じなかったね。そうだね、もう今シーズンいけるかどうか分からんけ、もしかしたらこれが滑り始めの滑り納めになるかもしれませんけど、また機会があったら行きましょう。すごいちーちゃんとのスノボは最高に楽しいです。楽しい。なんかお互いが多分同じぐらいのレベルやけさ。そう。じゃあ帰りましょうか。はい、よろしくお願いします。はい、はい、ということで今日も皆さんご覧いただきありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイ。まゆちゃんでした。はい、また出ます。